ここは小座の水戸川です。三本川が集まってるから水戸川と言います。ここもすごくいいとこです。こちらは八幡神社です。もう神木になってます。これは投げの木です。小座の石組みはこういうふうに平らにして積んでいきます。この狛犬もちょっと変わった感じだな。狛犬は独特です。